マジこれうまいドンデュエル今回は留学でなんだかんだうまくやっていける人の特徴3選を紹介しようと思います。巷ではよく留学はキラキラじゃない辛いことばかりだという声をたくさん聞きますが個人的には大賛成です。言語も通じなければ友達もできないしとにかく意味不明のことが起こりまくるのが留学なので正直クソ辛いです。まあ僕の動画を見てもらえれば僕の留学生活がいかに悲惨だったかわかると思うんですがしかしその中でこのもがき苦しむ僕たちを横目に案外スルスルっとうまくやっちゃう夜遊び上手勝ち組勢がいるのも歴史として事実なので今回はそういう留学でなんだかんだうまくやっちゃう人に共通する3つの特徴を紹介しようと思います。留学でなんだかんだやっていける人の特徴1つ目は1人の時間の過ごし方が上手です。簡単に言うと1人でも楽しめちゃうって感じですね。例えば1人でカフェに行ったり家でゆっくりしたり外出したりなど1人で行動することが苦じゃない人1人の時間の過ごし方が上手い人は留学でもうまくやっていける可能性が高いです。1人焼肉とかできちゃう人は割と最強だと思います。一方僕は究極の寂しがり屋さんだったので留学当初は一人ぼっちは嫌だとか言ってひたすらありとあらゆるイベントに参加して僕と友達になりませんか営業をしてたんですが実際なかなか友達できないしできても結局部屋に帰ったら一人の時間が膨大にあるのでそのぼっちの寂しさに耐えきれず夜な夜な枕をぶらすことが多々ありましたね。逆に一人の時間を楽しめる人は寂しくもならないし友達作りも焦らなくて済むのでまあ結論ぼっちを制する者は留学を制すって感じっすね。留学でなんだかんだうまくやっちゃう人の特徴二つ目は言語力にとらわれないです。これどういうことかっていうと留学中現地人と話すときに正しい発音正しい文法で話さないととかもう違うったらどうしようといって神経をバキバキに張って逆に喋れなくなるのは留学あるあると思うんですが言語力にとらわれてない人は自分の言葉が相手に伝わればいいと思ってるので細かいところを気にしないって特徴がありますね。要は言語を話すときのゴールが完璧に話すことなのか相手が理解することなのかっていうところの違いっすね。わかりやすく言うとテストでバリバリ100点を目指す完璧主義ガリベン君なのか赤点回避してウェーって喜んでる結果往来君なのかって感じです。もちろん100点を目指すに越したことはないんですがこの留学に関しては赤点回避ウェー君の方が実は強いんですよ。こういう結果往来みたいな人は結局伝われば OK と思ってるので間違えたらどうしようとかあんま思わずあの手この手を使ってコミュニケーションが取れちゃうんです。でそういう人は結果的に場数を踏みまくるので成長スピードも速くなって言語も上達するし友達も増えるしでなんだかんだうまくやっちゃうって感じですね。こんな人間になりたかったよ。留学でなんだかんだうまくやっちゃう人の特徴3つ目は意外と先のことを考えてないです。これは僕の友達の話なんですがその人は日本でやってた仕事を辞めて英語を学ぶために弾丸でオーストラリアに渡航した強者なんですがある日彼に日本に帰った後どうするのと聞いたらいや考えてないと言い不安じゃないのと聞くといや未来のことなんて誰にもわからないんだから先のことを考えても仕方なくねともうバキバキに振り切れてるんですよね。僕目の前にあるものしか信じませんみたいなぶっ飛んだメンタルを持ってるんです。それでなんだかんだ日々いろんなことに挑戦してなんだかんだうまくやっちゃってるって感じなんですけどでよくこういう人に対して先のこと考えないのは未来に目を背けてるだけじゃねとバカにする人がいるんですが個人的にはこれマジですごいと思っててというのもこういう人って決断から行動までのスピードが異常なんですよね。彼の例で言うとなんかいきなりあシドニー行こうとか言って翌日のシドニー行きの飛行機取っちゃったりど田舎のアパート借りて1ヶ月住んでみたり急に新しい事業を始めたりするんです。で結局今は日本に帰国して留学先で知り合った人の会社でバリバリ働いてるみたいでもうなんかとにかく行動力がすごかったです。もちろん目標があることに越したことはないですが先のことを考えてない人は目標という縛りがない分何でも構えなく挑戦できちゃうので辛いこともあるけど結果的になんだかんだうまくやっちゃうって感じですね。ってことでまとめると留学でなんだかんだうまくやってくる人の特徴3つは1人の時間の過ごし方が上手2言語力にとらわれない3意外と先のことを考えないの3つですね。僕もオーストラリアでなんだかんだうまくやりたかったんですけど留学中は引きこもり森林火災コロナでロックダウンそしてアゴ骨折という4コンボを見事に食らいうまくやるところの話じゃありませんでした。まあそんな子を笑い話にできればチャラってことでいいですよね。いいですよね。